本日紹介する iPad mini のケースはこちらになります。かっこいいね。かっこいい。本革ではないみたいなんですけど、なんかね、持った感じが非常にいいです。手帳みたいだよね。うんうんうん。こうやってさ、働いてる会社行ったりとかさ、会議とかでこうやって出したらなんかできる人みたいじゃない。うん、そんなケースです。最大の特徴はこのバンドで止めるっていうところですかね。液晶画面を、うんうん、しっかり守れるかと思います。これ嬉しいことに液晶の保護フィルムも付属しております。なので前面はもちろん背面もしっかり守れるというケースになってますね。またこれ、ね、スタンドになる。これさ、やっぱなんだかんだスタンドになるって大きいよね。ケースが大きいですね。楽です。やっぱこうやって見るのとさ、やっぱこうやって見るのじゃさ、うん、映画とかビデオは違うもんね。違います、違います。あとこうやってさ、ウェブ見たりする時とかも楽だよね、うん、スタンドになってると。うんうんうん、こんな感じ、うんうん、分かる。あの本当に iPad mini になって軽くなりました。外に持ち運ぶ機会が本当に多くなると思うので、こういうね、スタンドになるというケースは本当に重宝するのではないかと思います。下もこうやって開いてますよ。上もこうやってやってます。これ開けるときにほら、スリープの解除、これだけないんだよね。なるほど。うん、これだけちょっと残念だけど、まあでもちゃんと押せばいいだけなんで、うん、うん、スタンドになるケースを探してるっていう方はちょっとチェックしてみてください。はい。